今回はアニメ東京リベンジャーズの声優陣について、過去出演作品などを含め解説していきたいと思います。皆さんのお気に入りのキャラや好きな声優さんがおりましたら、ぜひコメントしていってください。それではご覧ください。一人目に紹介するのは、仲間を見捨てない優しさが持ち味の主人公、花垣武道を演じる新雪さんです。新さんは1994年生まれの28歳。エキストラや主役以外のキャラクターを多く担当していましたが、東京リベンジャーズで初の主演に大抜擢されました。武道同様にまだまだ発展途上の声優さんです。ですが現在アニメや映画、吹き替えなどマルチに活躍されており、優しくも力強いトーンの声は東京リベンジャーズをきっかけにこの先ますます活躍されるでしょう。他の代表作では稲妻イレブン羽音一夜役などを担当されています。次に、東京卍会の一番隊副隊長で主人公武道の相棒である松野千冬を演じるのは狩野翔さんです。狩野さんは1987年生まれの35歳。高いトーンで周囲を明るく照らすような声が特徴で、人を楽しませるスキルに突出した好感度が高い声優さんです。演じた松野も周囲からの信頼が高く、男女関わらず好かれるキャラクターですので、狩野さんにぴったりのキャラクターと言えます。他の代表作はアイドルマスターサイド M の神谷幸宏役があり、共演した人からはスイッチが入ると狩野から一瞬で役のキャラクターに変わるとまで評価される技巧派です。続いて、東京卍会の総長で無敵のマイキーの異名を持つ佐野万次郎を演じたのは林優さんです。林さんは1983年生まれの39歳。父親が宝くじで500万当てたことがきっかけで、5歳から劇団小回りに入団し子役デビューした異色の経緯を持っています。演じた佐野では圧倒的なカリスマ性を感じる声と純粋な危なさを見事に演出する声優さんで、二面性があるかのようなマイキーの虜になったファンは多いのではないでしょうか。また林さんは幼き頃からの夢である歌手になるために日本工学院専門学校で音楽を学んだり、2020年からは YouTuber にも挑戦したりと、マルチな才能を発揮されている個性的な声優さんです。他の代表作は黒子のバスケに登場する荻原重弘役で、主人公の黒子にバスケを教えた張本人という重要なストーリーに絡むキーキャラクターも演じられています。東京卍会2番隊隊長でみんなの世話役三谷隆を演じたのは松岡義継さんです。松岡さんは1986年生まれの36歳。15歳の頃に新世紀エヴァンゲリオンの渚薫役で有名な石田彰さんの演技力に感銘を受け、声優の道へ進みました。2011年には声優アワード新人男優賞を受賞、2016年には声優アワード主演男優賞を受賞と輝かしい活躍をされています。近年では鬼滅の刃に登場する主役クラスの伊之助役を演じるなど、松岡さんの活躍ぶりはとどまることを知りません。今作の三谷役では落ち着くトーンと心を委ねられるような演技で見事に演出されています。ここからはその他の声優についても紹介します。東京卍会の副総長でドラケンの愛称を持つ竜宮事件を演じるのは技巧派声優の鈴木達久さん。正義感が強い悲劇のヒロイン橘日向を演じるのは大人気ゲーム「ウマ娘」のメインキャラクターでもあるスペシャルウィークを演じた脇あずみさん。マイキーの心の弱さを支える妹佐野エマを演じるのはやや低音で少年役を演じることも多く、ユミリンやユーミンなど多数の愛称を持つ美人声優の内山由美さん。喧嘩が弱くとも圧倒的なカリスマ性を持ち伝説となった佐野真一郎を演じるのは声優と俳優の2つの顔を持つ松風雅也さん。この他にも魅力的な声優さんが東京リベンジャーズのキャラクターを演じています。今回はアニメ東京リベンジャーズの声優陣について解説しました。また次の動画でお会いしましょう。